はい、オルガンライフです。皆さん、ポップコーン好きですか？ああ、大好きだよ。ポップコーンとか、ポテチとか、いろいろな言い方ありますけど、軽食にしときましょう。スナック。ただ、スナックって高いですよね。食べるなって言われそうだけど、毎日スナックを食べたい。その時に、一番コストパフォーマンスがいいもの。ポップコーンなんですよね。特に自分で作るやつ。あれ安いです。まあ、それでもポテトチップスより半分も安くない。もう私は毎日食べたい。とにかくいっぱい食べたい。だから、もっと安い方がいい。そしたら嬉しいもの。今回、指スターから提供を受けた、こちら。これなんだろう、食器っぽい。蓋がついてて、こんな容器がついてる。これ、電子レンジでポップコーンが調理できる器具。シリコン製。これに蓋がついてる。それポップコーンはこういう業務用のものを使うと嬉しいですね。安いです。ちなみにこれ500円ちょっとですね。1キロ、相当な量ですよ。作り方はここに書いてある手順通り混ぜてください。ただ入れるポップコーン、これの容量が4分の1カップです。それ以上は作らないでください。それと油と塩、お好みの加減で加えてみてください。ということでちょっと作ってきます。はい、レンジで作ってきました。簡単ですね。分量通り入れてレンジ回すだけ。これできちゃいますね。ただこの容器はちょっと熱いですので、作った後このまま食べるんじゃなくて別の容器に移してください。それをおすすめしますね。味、まあポップコーンですけど、ちょっと塩加減が足りないかな。 あと少し爆発してないの、果ててないのありますね。あのポップコーン、ガスを使って作るものも確かに安いんだけど、こっちの方がさらに安いですよ。何か人集めて行事やるときにつまみがたくさん欲しい。ポップコーン嬉しいんじゃないですかね。あと1人前でしたらもう少し豆少ない方がいいですね。4分の1カップがマックスだから、8分の1ぐらいにすれば一人用でできるのかなって思いますね。ポップコーンが大好きな人、ぜひこちらの電子レンジポップコーン調理器使ってみてください。お得ですよ。ということで、バイバイ。